皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。皆さんは公衆衛生というとどんなイメージを持ちますか？公衆衛生というのは実にぼんやりとした言葉です。分かってるようで明確な定義を持っていない、だからなかなか会話が噛み合わないという場面もあります。公衆衛生というのは公衆大勢の人の命を守る、これで公衆衛生、四字のお得です。この大勢の人という集団をターゲットとしているということがとても重要になります。なぜならそこには統計という概念が大切になってくるからです。一人の人だけを見ていくというのであれば、一人の人エピソードを見ていく、それでいいのかもしれません。しかしそのエピソードが他の人にも当てはまるのか、あるいは自分が町医者として見てきた人たちというものは、例えばあまりお金が持ってない人たちであって、それが別の町だったり別の階層の人たちにも同じように当てはまるのか不明です。それを調整していって、ここまで分かった、それが他の人たちも当てはまる、再現性があるということを統計的に明らかにしていく、これが公衆衛生の基本的な概念です。よく統計だけ見ていて一人の人のことをじっくり見ていないという批判を私いただくことがあります。公衆衛生というのは一人の人をとてもよく見ます。その一人の人を何十人何万人というふうにものすごく見ていきます。とてもフェアに見ていきます。この統計的に見ていくという観点、マクロ的な視点であったりミクロ的な視点であったり、両面を持っていくというのが公衆衛生の醍醐味です。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。